オックスフォードが出しているアワーワールドインデータというこれもアップデートを毎日のようにしているデータで今も皆さんサイトなどで検索ができるんですけどこれを見ますと、まあ、日本はあの赤丸でこう囲っているんで、まあ、見えにくいかもしれませんが赤丸で囲っていて致立率は確かにあのコロナが出だした当初最初の時期っていうのは5%前後。 まあこれは高齢の方々は80代の方々などは10%ぐらい、10人に1人は命に関わるというような事態を招いたわけですけれども、人口を全部鳴らすと5%前後の死亡率で、他の国で、例えばヨーロッパの国などは15%、えー、かなり死率が高かったわけですけど、今ちょっと結核というのをこれ出しましたけど、こういうい結核は5%から15%で2類という分類なさ,されてたわけですが、まあ、当初はこれに近いような。 死率だったのが、えー、ちょうどその年の8月以降ぐらいにガクンと下がってきてます。で、それ以降、徐々に徐々に変異を重ねるがごとに感染,率感染の力は増してきたんですけれども、死、えー、率はこうどんどん減ってきていると。で、この死率を見ると、例えば、SARS、MERS、エボラ、ペスト。 これらと比べると、もうコロナの致死率というのは、まあ、相対的にはそこまで恐れる必要はない、むしろこのインフルエンザ、ここに比較的禁じできるんじゃないかと、こういうふうに本来は解釈できるわけです、ただこういう話っていうのはあまりあの広く公表はされてこなかった、そういう印象を持ってます。